では、ただが NLP 2019の参加報告をさせていただきます。内容は面白かった論文と、まあ、自身発表したので、まあ、その軽い報告と、まあ、所感っていう感じで進めさせていただきます。でまず最初の面白かった論文は、以下の、4点の論文を挙げさせていただきました。で、まあ、1つ目から、軽く説明させていただきます。まあ、この、論文に関しては先ほど報告会、小川さんの報告会の方が時間を割いて、説明しているので、興味があればそちらを見ていただければいいと思うんですが、まあまあ、既存の評価手法への問題提起をしている論文です。で、まあ文法誤り訂正、まあ、いろんな誤りが含まれるのでそれに対応する必要があるんですけども、まあ、現状対応されている、コネルの2014シェアドタスクデータセットっていうのは、まあ、シンガポール立大の学生が書いた文書で、英語の、習熟度が高いっていうもので、まあ、誤り訂正するのに、まあ、それだけに偏ったもので評価するのはどうかっていうものです。で、まあ、この論文では各コーパス評価コーパスでの概要と、まあ、その評価コーパスで各モデルの性能の、順位が変わるよっていうのを報告しています。まあ、そのため、まあ、まとめとして、まあ、コーパスを横断して評価する必要があるよとしています。で2つ目の、まあ、気になった論文はこれもちょっと、カツさんとかぶってしまったんですけどまあそうですね、複数流度の分割結果に基づく日本語分散表単語分散表現というもので、まあ、既存の日本語単語分散表現は、まあ、固有名詞とか、まあ、長い単語はあまり考慮していないということで、まあ、かつ、短い語と、まあ、関連性を無視した感じになってしまっている。でここの論文では、まあ、育ちの、長中短っていう3つの分割モードを使って NWJC を分割して、その、3つ分割したものを併用してあげて学習させてあげようっていうものになっています。で、まあ、長い語をカバーしながら短い語も学習したいよねっていうようなモチベーションがあります。で、この、論文では、単語間類似度と文書分類のタスクをやってるんですけど、両方とも精度が上がったっていうふうにしています。まあ、データ等は論文を見ていただければと思います。で、3つ目の、待機的な類似度と部分文字列を用いた道を分散表現の生成手法っていう文で、これもまたちょっと先ほどの論文 と、似た部分あるんですけど、道語の分散表現っていうの生成が難しいよねっていうのをモチベーションにして、まあ、待機的な類似度と部分文字列の情報を両方使ってあげようっていう、論文になってます。で待機的な類似度っていうのは、まあ、単語間他の単語との関係から持ってきて、部分文字列っていうのは、まあ、そのままなんですけど、単語の意味を部分文字列によって、構成しようとするっていうものです。で、評価方法としては単語間の類似度推定タスクを使って、まあ、両方使うことで、まあ、性能が上がったよっていうことを報告しています。こちらもモデル学習するモデル等あるので、気になれば、発表論文見ていただければと思います。で最後、4点目、こちら、ポスターセッション僕と時間かぶってしまって聴講できなかったんですけど、興味深かったので、ここで紹介させていただきます。疾患間の、医療ドメインの、論文で、疾患間の類似度計算っていうのはで、分散表現を使うっていうのは有効なのかっていうモチベーションにしています。で、まずは、日本語の、疾患名を、ここにあるんですけど、疾患英和辞書データっていうので、英語に翻訳しています。でその別に、英語の医学文献から学習したワードツーベックから、先ほどの翻訳した、疾患間のコサイン類似度を見てあげるっていうすごくシンプルな手法です。でそれで疾患間の類似度計算をしています。で、結果としては、ステートオブジャートには及ばなかったんですが、かなり高いスコアを出しています。で、まあ、ステートオブジャートとの差が 0.7 ポイントです。で、まあ、これも英語の、リソースをうまく使ってあげるっていうものになるのですごく気になりました。で、自身の発表についてなんですが、まあ、
まあ、先ほどのと、のとちょっと似た感じでも感じ、まあ、あれですね、文才表現による、読英レポートの、類似文書検索っていう題目で発表しました。で、まあ、医療 AC の支援のための類似文書検索 と、このタスクでの文才表現の有用性っていうのを確認したいっていうモチベーションでしました。で、まあ、内容は、時間の関係で割愛させていただきますが、まあ、発表では、すごくたくさんの方からアドバイスをいただけました。で、まあ、ちょっと反省点としては、最初のステップとして、評価する問題っていうのをシンプルに設定したんですけども、それと、題目がちょっと離れるっていうか、まあ、実情を表していないというか、そういった部分があったので、まあ、説明した上では全く違うじゃないかとかいうそういう指摘はもらわなかったんですけど、まあ、ちょっと説明に時間をかけてしまったので、次もちょっと、題目考えて出したいなと思ってます。で、最後に所感で、僕今年初めて言語修学科年次大会に参加させていただいたんですけど、まあ、僕が見た範囲では、まあ、固有名詞とか長い単語をどう扱うかっていうものが、多いっていう印象を受けました。で、まあ、この学科のいいところだと思うんですけど、みんなかなり優しくて建設的な質問とか、発言ばかりだったっていう印象がありました。で、まあ、ちょっと今回、前回最多参加者だったということなんですけど、今年もさらに多かったということで、次回、ポスターセッション、また混むかなって思うので、まあ、次ポスターセッション成功前に見たい論文絞って、もっと絞っていきたいなと思います。まあ、でも全体として賑やかでお祭りみたいだったっていう印象です。はい、また来年も発表者として、参加しようと思います。はい、以上で報告を終わります。